はい、皆さんこんにちは、ラーナです。今日ですね、久々のコラボ撮影になりまして、まあ皆さんは知ってる人は多いと思いますが、念のためにじゃあ皆さんに自己紹介お願いします。いや本当に私も今日の撮影久しぶりでなんかちょっとドキドキしてるんですけど、いつもと同じ自己紹介ね。私はモルドバから来ました。モルドバはもう今までモルドバのことを日本人の方はあまり知らなかったけど、今の戦争の始まってからなんかモルドバの関係もすごく話がたくさんあるから、多分今の方が日本人の方モルドバのことをよく知ってる。新聞も昨日の新聞にもモルドバの話出てきたからすごいなと思った。今までこんな小さい国、誰も知らない国、やっとモルドバのことをみんな知ってることになったから、ちょっとまあ戦争だけどちょっとそういうところは嬉しいです。なるほどですね。モルドバから来ました、ウクライナとルーマニアの間。はい、でそしたらですね、なんかそう先ほどコリさんが、はい、そう YouTube の撮影が久しぶりって言ってたんですけど、そうです、本当に久しぶり、はい、なんかいつもの感じだと確かにコラボ動画とかはあんまり撮らないのがイメージあったんですけど、はい、いつもなんか一人で、一、はい、人か、はい、マッスルさんと、そうそうそう、マッスルさんと、夢なマッスルちゃん、みんなマッスルさん大好きだから最近撮らないっていうのは、最近撮らなかったのはうちの家族みんな日本に来てるから、へえ、すごいそれで忙しくて日本語喋れない、まずあと小さい子供ケイビン君が1歳8ヶ月いて、もう本当にすごいあちこちあちこち行かなきゃいけない、話しなきゃいけない、全部教えなきゃいけない、日本語まだ誰もわからない、喋れないから、それでとても忙しくて、あとなんか急にこの戦争が始まって、ですごい自分でモルドバがウクライナにとても近くて気持ちとしては落ち込んで YouTube を撮ることできなかった。なんかそんなその力出てこなかった。なんかすごいびっくりした。これからどうなる、私の国、これから私の家族どうなる、これから向こうの人たちのどうなるから、なんかそういう気持ちはなかったから YouTuber しばらくやめましたけど、まあ、そうですよね。でも家族の方ってそう、まあ、観光客って今のところでまだ入れてないはずなんですけど、どういう形で来てるんですか？そうね、テレビを見たら、ある日ねテレビを見たら、なんかモルドバ人、ウクライナ人、ポーランド人、ウンガリア人、確かにルーマニア人、みんな難民としては日本に入ることになったから、じゃあ今コロナの関係で日本に入れなかったじゃないですか、私家族とも3年会ってないから、向こうも帰れないしこっちも来れないし、それでニュースを見たら難民としては日本はそれは初めてのことじゃないですか、難民を日本に入れるの、そう、だからいやちょっとこれをやってみようと思って家族を呼んだ。そしたら羽田に着いたら、やっぱりモルドバ人も難民に入ったから、羽田に着いたらすごい厳しい知恵があったけど、なんか誰か友達とか誰か親戚日本にいないとそんなに入れないですよね。そうそうそう、ですごい知恵が厳しくて、着く予定は10時、10時に羽田に行って、で家族みんな出たのは夜の4時。本当に PCR 検査2時間で終わったんだけど、なんかすごい質問とかすごい、もう私心配で、もしかして日本に入れないかもしれない。あ、それも心配ですよね。ずっと電話して、入管に電話して、すいません、うちの家族は中にいるんですけど、なかなか出れないから、何かあったんですか、もし何か問題ある、全部手続き完璧だっただし、全部言う通りやったから、何が足りないとか、何の問題で間違えたのは、うちの家族みんなモルドバのパスポートで入ったんですけど、うん、私は日本のエイリアンカードはルーマニア人になってる。あ、はい、戸籍は2つ、私ルーマニアとモルドバ。なるほど。それで私もそうエイリアンカードはルーマニア人になってるから、どうしてモルドバ人を呼んでて私ルーマニア人、国籍が違うだから、そう家族の関係かどうか、なんか信用できないみたいな。その通り。それで外務省になんか電話していろいろ調べて、で私名前も違う、家族と違う、結婚したから1回、はい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 、でそれを全部調べたら、やっと私電話してから、
お姉さん、あなたはルーマニア人でしょ。でも家族はみんなモルドバのパスポートで入ってるんですけど、何のつながりある？じゃあ私もモルドバ人だから、それで私のモルドバのパスポートまで見せて、それでやっとつながってる分かったら日本に入りました。なるほど、本当に良かった。それはもう最初のトラブルで、まあ私のミステイクもかもしれないし、向こうもあまり分かんない、まあ、よく見てない、分からない、厳しい、なんか、そう、細かいところは見てないかもしれないですよね。それで次の日からあの1週間、うん、キャランティンに入った。ああはい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 、うちから出れない。はいはいはい、はい、それでこれも初めての経験で、すごい面白いのは朝昼夜あのなんとかアプリ、みんなの携帯にアプリがあって、あの連絡が来てたね。でそれでなんかあの顔が、ああ知ってる知ってる、使ったことないけど、ちっちゃい子でもあのケビンの顔もね、ケビンちゃん寝てても OK 今場所分かりましたとか、今熱何度ですかとか、それは毎日。そしたらある日は隣のスーパー、弟がいたね、スーパー行って、うん、一緒に行って Wi-Fi がつながって連絡来た。で顔を見せたらスーパー、隣のスーパー、うん、今はあの私たち確認できる場所じゃないからすぐ戻ってください、と思った。そうそう、ですぐ戻って、でちゃんとこの7日間を守って、で7日あの経ったらメール来た、もう今日から出てください、自由になってください。で自由になったらもういろんなところ連れて行った、いろんなところ連れて行ったんだけど、ケビン君は日本初めてで、日本のあの空気とか全部違うじゃないですか。そうそう、暑さとかね、そう、向こうと違う、うん、そしたらケビン君病気になって、ウイルス、病気になって、でまだ難民としてのまだ区役所とか保険とか何も作らないで、救急車呼んだ。熱は40度上がった。で救急車呼んで、救急車が来て、そしたら救急車の人たち、あ、行く病院でいいですかと言われた。私、子供の病院は日本の子供の病院どこにある知らない。でもあれが港、あ、行く病院、港区とか、そうそう、港区は、うん、ウィーヤの近くのあ、行く病院行って、ですぐ入院。でケビン君は2週間入院した。保険何もない。なんかお医者さんものすごい親切で、モルドバから来て戦争のことを知ってて、なんか難民と入って、なんかそういうの、そういうイメージで、僕もずっとモルドバのことあのなんかかわいそうの感じとか、ものすごい親切で、あの別の部屋、彼とお母さんミハエラさんと同じ部屋に入れて、みんなと一緒じゃなくて別の部屋に入れて、で毎日すごい親切でお医者さんが来て、ケビン君40度出して点滴やって、で最後の会計はなんかあの待っててください、ポストに請求書が来ます、あ、なるほど、それでお金を振り込んでください、うん、あの1週間ぐらい待っててください。でその後1週間後は愛育病院から電話来ました、うん、あの今回はケビン君すごく頑張ったし、ケビンのお母さんもとても頑張って、あの今回はお会計0円。めっちゃ優しいじゃん。いや、それは聞いたら、まだ保険も何も作ってない、区役所も行ってない、何も難民の手続き出してないのに0円。あ、これはちょっとすごいなと思った。そんなあるの、0円ね。すごい。子供だからもうちょっと安くとか、最初私たちサインした部屋は1日1万円とか、まあね、あの子供だから安い、まあうん、でも0円だったから、それはすごいびっくりした。で2週間経って退院してから2週間経って、この2週間の間いろんなところ行った、千葉、いろんな牧場、いろんな、もういろいろディズニーランド、ディズニーシー、ケビンのためいろいろ見せる。で2週間経ったらケビン君また病気になった。え、またで次の病気はアレルギー、体のすごいアレルギーで病院連れて行った、また入院、また2週間入院、同じ病院、同じ先生、また退院したらまた0円。すごいですね。だから信じられない。なんか本当に愛国病院、もし誰か知り出してみたら本当にあの感謝、ありがとうございます。そんなことあるのはちょっとびっくりした。めっちゃ優しいですね。いや、すごい優しかった。でみんなお医者さんとっても優しくて、向こう日本語喋れないから、私毎日病院通ってたから、お医者さんと話したりとか、本当に優しい人たちで、もう2回目なんかまた0円と恥ずかしくて、ちょっとでもお金払いたい気持ちがあるじゃないですか。まあ、そうですよね。なんか申し訳ないんですもんね。それでもいやいや、ここはこの病院はとか、なんか医者さん説明しててすごいなと思った。でもあのもう1回3回目も入院したくないから、今すごい気をつけてる、食べ物とか。あとケビンは保育園も行った。ええ日本の保育園行って、それであのこんなもう2ヶ月になる、日本にいるね、
それで日本語結構覚えた。あ、本当ですか。すごい、こんな子供やっぱり確かすごい早いで、なんかお医者さんの部屋に来たらで出たらありがとうとか、キエルもあげとうとかこういう声とか、なるほどね、すごい面白かったかね。そうそうそう、すごいありがとうとか、遊ぼうとか、おはようとか、あの食べ物とか食べるとか、すんごい覚えた、びっくりした。そうだから子供早いね。で、あのうちの家族、あの、まあ、日本のこと、弟の奥さんミハイラという人はすごい日本気に入って、うちの弟は焼肉しか食べない。焼肉しか食べない、もうお肉ね、焼肉と鉄板焼き、もう焼肉と鉄板焼き連れていく、もう疲れた。だからちょっと日本の料理も食べたいじゃないですか。でも奥さん初めて日本、弟何回も来た今まで、奥さんは初めてで、日本料理はすっごい食べることになってる、信じられないぐらい。何、熱燗は大好き、私熱燗大好きでもう二人で熱燗飲みながら日本料理食べる、二人だけ行く居酒屋。弟は好きじゃないから、弟は別一人で焼き肉行って、どこか行ってください。そう、そう、すんごい初めての人、私も初めてに来た時そんなに好きじゃなかった。まあ、確かに慣れるまでにちょっと時間かかるんですよね。でも彼女は何でも、ケットオフからも何でも、あなた昔日本人だったんじゃないかなみたいなね。まあ楽しい、とても。家族がやっぱりそばにいると疲れる、あの全部私やらなきゃいけない言葉まで、もうだんだん慣れ、もう時間経つと慣れてる。例えばスーパー行く、あのものあのものどこに置いてあるとか、どうやって支払いするとかも慣れたんだけど、やっぱり最初からとても難しくて、もうどうしようかなと思った。で今も大丈夫、普通の、やっぱり家族そばにいると全く違う。うん、でも確かになんか難しくてもちょっと安心感があるから、うん、あと、まあ、嬉しいしね。そうそうそう、こう、そう、あと子供、あのケビン君がいるからすんごい幸せ。毎日朝起きたらもう私の部屋に来て大抱くとか、もうすごいよ。そう、だから私も子供作りたくなってきた。欲しくなってきた。そっか、じゃあケビン君もなんか日本の料理とか食べてるか。大好き。ケビン君好きのはわかめスープ。なんか意外ですね。いや、わかめスープとイクラ。あの寿司行くとイクラバンバン食べて、わかめスープはどこ行ってもわかめスープ、あの頼む。あともちろん私たち食べるものを彼も食べてる。でお医者さんに怒られた、もしかしてこれで病気になったんじゃないですか。でもしょうがない、子供の料理食べないから、買っても全然食べない。あ、なるほどね、やっぱり大人のものに興味を持ってるから。そうで、日本料理大好き、ケビンは。そう、あとね、本当日本人の、あのたくさん人にありがとう言いたいのは、私近所の人もね、あのなんか今この本当に日本人は前から優しいのは分かってた、ずっと分かってた。で日本にいる理由もよく分かってた。日本という国大好き、便利で、いつも私たちそういう話してるじゃないですか。本当に日本はそういう国だけど、今回はこの戦争の関係で日本人、人間としてを見たら、なんかもっとこの国好きになった。あの私の家族だけではなくて、なんか一生懸命戦争のために寄付したりとかやってるんじゃないですか、日本人。あの一生懸命、あの向こうの人たちかわいそうと思ってる。でも例えば近所の人たちは駐車場でケビン君に会って、私の家族に会って、やっぱりモルドバから来たかわいそうとか、なんかいつも質問言える、どう今モルドバ、どう大丈夫ですか。それでね、あの今ちょっとだけ来ていい、いいよ、何人からケビンのためいろいろ持ってきたりとか、すごいなと思った。そんな、そう、でそれ中にあのケビン君の洋服とか、なんかあのお金とか、あと私すごくあの仲良くしてるあのママさんがいる、アキコさんね、あの YouTube も何回も撮った、一緒に彼女の、ケビン君カラオケ大好きで、彼女のところにカラオケ行った、でケビン君ずっとマイク持ってて歌って、そしたらね、彼女も最後に出た時にすごいたくさんプレゼント用意して、あのケルに渡して、でまたあの お金だから、本当にそういうところ、別に私あの家族もらってるから言ってるじゃなくて、この日本人の気持ち、そういう優しい心があるね、日本人は。そういうところはすごい。あとですね、まあ
かなりこう真面目な話でもなっちゃったんですけど、うん、これちょっと最後にやっぱり家族の方って、まあ、あの弟の奥さんが、はい、そう日本は初めてっていうか、はい、なんか初めてそうケイベン君も初めてだけど、まあはい、子供だから多分そんなに驚くことはないと思いますけど、はい、そう奥さんの方は、はい、なんかこう日本に来て、はいまあ、驚いたこととか何かあります？ある、あの結構あの彼女いつも言ってる私たちの国と違うですねとか、あの一番驚いたのはゴミ箱がない、私このゴミどこ捨てるの、だから家まで持っていて、なんでゴミこんな、だから日本こんな綺麗で、なんか道は綺麗ですごい驚いたし、あと食べに行くところもすごく綺麗で、あの丁寧でやってくれるからとても驚いた。あといろんなデパート行ったりとかで、一番驚いたのは私たちの国はすごい早い、どこ行っても早いじゃないですか、病室でもデパートでも時間はそんなにゆっくりできない、すごい早い。そうなんだ。あのパッケージもする。でも日本は三越行ったら、銀座の三越行ったら彼女なんか買ってすんごい日本時間かかる。でも最後にすごいラッピング綺麗にする、雨降ってた日で、あの雨の袋あでしょ、はいはい、それで綺麗、ハンカチ買った、この行くのハンカチでこんなに時間かかるのありえないじゃないですか。それも素晴らしい。あとケビンはもう2ヶ月経って日本に行って本当に変わった、なんかもっと大人になったみたい。なるほど。じゃあこれからの成長もすごい楽しみにしています。できればケビン君はあの日本の学校とか幼稚園とか全部出したい。日本の育ち方をあのこの子に全部日本で勉強することになったらとっても嬉しいです。だから彼のために今はあのビザとかいろいろこれから頑張る。はい、皆さん、じゃあ今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございます。で、あの、まあ、氷さんもこれから YouTube をしばらくやってなかったけど、ちょっと再開しようって考えてるので、はいはい、で絶対氷さんの動画も楽しみにしてください。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。じゃあねー。